ではヴェルディです。こちらは前節からの変更はありませんね。そうですね、連戦の中でももうこのメンバーで今勝ちに行くというところが、まあ、監督の狙いだというところでしょう。もう一度戻します。かわして小池、クロスボール、ゴール前、ヘディング、ディフレクション、ポストこぼれて詰める、詰められない、うまく当たりませんでした。その後の詰めも良かったんですけどもね、このバイスに対しての外し方非常に良かったと思います。高橋ですか、ニアに入っていくと見せてバイスも引っ張った瞬間にバックステップでというところでしたけども、振りを大きくした分福村もミートできなかったですね。さあ藤田、井出が受けてクロスボール、ゴール前、ファーから来た、決めることはできませんでした。ファーから小池です。ここはぜひとも決めておきたかったところでしょうね。展開をしていく、このボールは井上カットしました。チャンスになる、井上狙っていく、バーの上、ライナー性のシュートでしたがわずかにバーの上。前半を終了して0対0です。永井監督はこの宇高に仕事をさせてはいけないというふうに試合前に言っていましたけれども、あっ、ここは背後を狙っている、オフサイドはないのか、山下決めた、先制ヴェルディ。後半の頭から投入された山下、今シーズン5得点目。まずは山下よく決めたと褒めますし素晴らしかったですけれども、ここでね、小池がカットインしたことにより左サイドバックの黒木がラインを下げてたんですよね。それをしっかりと背後をついて決め切ったというところは素晴らしいゴールだったと思いますし、小池の何度も背後につくシーンでオフサイドラインが下がると申しましたけども、これをしっかりと決定機でできたというところはヴェルディの徹底した戦い方の成果だと思います。全体的に押し出すタイミングを揃えよう、そしてスペースを有効的に使っていこうというコメントです。さあここは拾って花戸から佐藤打っていった、枠の右です。さあここはミスをついて京都宇高がボールを持って、このパスはずれますが通ります。宮吉から宇高に通る、宇高追いつきました、すぐに追いついた京都。攻めで回収してもう一度先頭を中に持ち込んで上げていく、宇高キーパー沿った、これで宇高マークについていたのはこれ平ですかね。しっかりと ね体を突き合って、ね、でも前に入ってきたというところでマテウスもよく最後までボールを見失わずに対応したと思いますね。若さカット、前を向く井出、井出前に放とう、井出打った、決まった、ヴェルディ勝ち越し89分。ここでね、庄司にね少し不用意なロングボールを奪ってらした、そして奪ってからものシンプルな振り抜きはね本当に素晴らしいシュートでしたし、難しいことを考えずにシュートを打つことを前提にしたという意味では素晴らしいシュートだったと思います。無回転ですねこれね、決めたのは井出春也、今シーズン2得点目。下げたところでタイムアップ、ヴェルディ勝ちました、7試合ぶりの勝利、1対2京都を下しました。